藤先生。お久しぶりです。私、先生に会いたくて看護師になりました。この5年ずっとずっとずっと先生のことが好きでした。誰だお前。え？だから誰？ですから5年前2015年11月23日の夕方16時頃にですね、神社の近くで渡辺さんを、あれ、覚えてないですか？何、何の騒ぎ？さくらさん、新人か。いつも流れをせき止めるだけの岩石だな。なぜ俺に告白してる？正気か、脳波は正常か。身の程を知れ岩石。